です。じゃあこれいらないということ、はい。あさみ先生、何でカレー食べてると思う？え、まさかもう見てフォークなの？なんで？園長先生がね、鈴木先生撮影始まったら、はい、撮り始めたんですよ。これ持ってきてくださって、静かにここで撮れてたの？騒ぐのかなと思ったら、さすがに騒がない、だって教頭先生に怒られちゃうから。動画撮ってたから頑張って。でも美味しくいただいてます。万能の浅見先生です。何でも何でも食べれるね。お箸からスプーンからフォークから 最終的にはボールペンまで。ボールペン、本当そうですよ。もういつかやってやる。という浅見先生でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。